カスタマイズヒアルと名打って、えー、プチ整形、腫れない、安い、などですね、歌って、えー、まあ、ビフォーアフターをこうしてね、上げているドクター、あるいは病院があるんですけれども、えー、今回は、それで報告をされたですね、まあ、失敗例について見ていきましょうと。で、こういう中眼面を立体的にとか、 まあ、あほとんどね1ヶ月で金飛ぶなんですけどえこんな感じでビフォーアフター出していたりあとは写真の角度詐欺とかねそういうところで見せ方の問題ですよねやってる病院ドクターがいるんですけど、まあ、今回あの報告されたですね、まあ、あ失敗例でなんか。 美容器部にフィラーを打って血管にぶち込まれた例があったんですよね。で、これが今ね、話題になってます。SNS とかでね。で、えー、このぶち込まれたヒアルロン酸、あのー、まあ、バックテストとか多分やってないで打っちゃったでしょうね。で、このカスタマイズヒアルっていう言葉、あ,あると思うんです。これね、あの非常に危険で、 何のヒアルロン酸使われてるか分かんないですよ、えー。いろんな製剤を混ぜ合わせて使っているっていうのをね、原価を抑えるために、えー、そういうの報告されていて、で、病院に何を使ってるんですかって聞くと、教えてくれないみたいなんですね、某クリニックは。私、その病院ね、2件知ってます。えー、カスタマイズヒアルがやばい病院、2件知ってます。で、えーまあ、こういうところなんですよ。まず、こういうふうに、いろんな血管が、 ま走、あ、行していてで特におでこ鼻、えー、鼻先鼻あの鼻部とかあと、えー、鼻翼基部ですね、えー、血管走行してて特に危険ゾーンですヒアルロン酸打つのは、えー、特に危険なゾーンです失明につながる可能性がありますねで、えー、これは えー、ベテランの形成外科専門医でもこの失明の事件が失敗が起きたことがあるということは、えー、学会でも報告されている通りなんですけれども特に、えー、ヒアルロン酸プチ整形だから安全ではありません。えー、これ チェックリストです。ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、多いので小出しに行きます。えっと、名人ナンバーワン、有名人執刀と書いてるドクターはやめましょう。あと、鼻先ヒアルやってる病院やめときましょう。えー、膜性微中核だから安全だとか、そういうところはね、金飛ぶなんでやめといた方がいいと思います。で、えっと、過去に症例を加工していることが分かったドクターも、膜性微中核のね、やってる先生でいましたよね。ええー、あとは、バックテストをしていない。 えと万が一の際にヒアルロン酸溶解注射をお用意しているかどうか必ず事前にチェックしてください。あと FDA の認可のある材料かどうかもチェックしてください。でこれ重要です。ナースが小分けにして使い回しているクリニックがありますとこれ非常に危険ですと。で症例写真がきれいだからでいくのは絶対に避けた方がいいですね。えー、症例写真は、まあ、この通りですね。最初に見た通り、えーまあ 施術した直後が綺麗だったらもうあとどうだっていいんですよ、えー、2日目以降に別に後戻りしちゃってもどうなってもいいんですよ病院にとってはだから 症例主人が綺麗だからっていくのはやめてください。はいあとアクセスが悪いところもやめた方がいいですね。えー、ヒアルロン酸の失敗っても失明につながるので一日を争います。なので、えー、即座に対応できる病院じゃないとやめた方がいいと思います。はい具体的な整形のご相談医師選びのご案内に関しては、下の概要欄のメールフォームから送ってください。